はいどうも、エスペロ TV のゆうきとひろきです。はい、はい、今回はですね、はい、最近日本でねめちゃくちゃ流行りだした SNS、はい、があるんですよね。ですね。はい、まあクラブハウスという名前の SNS なんですけど、本当、はい、うん、最近すごいですよね。最近すごいですね。インスタとかのストーリーでもめちゃくちゃ見るし、うん、まあ確かにヒロが、はい、3日前ぐらい3日前初めて、はい、結構もうだいぶね感動しているどっぷり浸ってます、ね、クラブハウス感じなんですけど、めちゃめちゃ楽しいですね。はい、まあ、ちょっと、はい、もうそのクラブハウスってじゃあどういうものかっていうのは、うんうんうん、もういろんなね有名な方々が説明している道具がいっぱいあるので、はいはい、そちらご覧になった方が有益かなと。はい、もう僕たちは、まあ、僕たちはっていうか、うん、基本ヒロがもう3日間使っている状態なので、うんうんうん、その、まあ、使ってみて感想をねどうだったかと。そうですね、はい、聞きたいなと思います。僕はまだルームを一度も立ち上げたことはないんですけど、はい、うん、ルームに参加してて思うのはめちゃめちゃすごくためになる情報が多いなっていう印象が、まあ、最初だからなのかもしれないですけど、はい、うんうん、本当にたくさんの有名な方がルームを作ってくださって、はい、うん、そこで行われている会話がめちゃめちゃ面白くって、うんうん、普段やっぱりコラボしないような方たちがコラボしてたりだとか、はい、いろんなこう業界を飛び越えて、うんうん、あのお互いが情報共有し合ってるっていうのは、うん、もう僕にとってはすごいありがたい話でしかなくって、はいはい、もう講義を受けてるような感覚 で、ね、どうしかも同じ時間帯にみんな立ち上げてやるからね。1個じゃ足りないですよね。僕も耳も足りないし機材も足りないみたいなぐらい全部すごいいいなっていう感じ、うん、今の印象は本当にすごくいいですね、はい、まあ、確かにね、うん、ヒロが実際聞いてるのを、うん、まあ、僕もね聞こえてきて聞いたりしててもすごいなっていう、うん、すごいなっていうか、本当最近までその面白い話題だなって、クリエイティブアカデミー講座っていうのを受けてたんですけど、はい、ね、そこの先生方がですね、うんうん、もう皆さんチャンネル立ち上げてるんで、はい、ルームかルーム立ち上げてるんでどこを聞けばって同時に3つ4つ、ね、すごいよね、聞きたいなっていうぐらいです。だからもう本当ヒロからすればそのクリエイティブアカデミー 講座の延長線上でなんかそれを聞いてるような、う、講師の方々の最先端の情報をそこで、うん、聞けるっていうのはめちゃめちゃすごくありがたいなと、うん、しかも今無料ですから ね有料化の噂もありますけど、はい、今は無料なんで、うん、だって本当このアプリ自体先週ぐらいに日本に入ってきたのかな、ね、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、うん、はいはい、まあ、本当最近入ってきたばっかりで、うんうん、海外ではもう1年前からやってたらしいんですけどね、はいはい、まあ、これからどん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 改良されていくのではないかという、うんうん、楽しみです感じですね、これからが、はい、今ね全部英語表記だったりもして、はい、結構分からなかったり、うん、あと何といってもこのアプリの特徴はその招待制じゃないですか、うん、ですね、招待しない、うん、した人じゃないと、うん、された人じゃないと、うん、確かにできない、使えないっていう、しかも招待した側も、うん、された側も、うん、情報を漏洩するとバーンされるっていう、はい、責任も問われてしまうので、はい、はい、結構ね、まあ、その辺はそう、ここではだから内容はお話できないんです、ね、そうなんですよ、はい、まあ、ざっくりと感想を、はい、今日は、はいはい、手軽さはすごく感じますね、うんうん、フラッと立ち寄る感じ、なるほど、のぞき聞きというか、はい、なんかフラッと立ち寄って人の話聞けるし、うんうん、まあ、自分が発言することってのはなかなかないんですけど、はいはい、まあ、ルームを作れば多分発言できるんですけど、はい、めちゃめちゃ面白いなっていうのは、新しいのが、うん、新しいからなのか、うん、はい、なんですか、新しいのが、新しいから好きなのか分かんないですけど、あ、そのまあ、例えば僕たちがルームを立ち上げて、はい、うん、なんか会話をしていると、うんうん、言った時にじゃあ誰か来ましたって言った時に、はいはい、その人が、入ったからすぐ発言できるかって言ったら、うん、そうじゃないんですよね。こっち側が許可を出せば発言できるような状態になるって言った感じですね、はいはい、なるほど。で今でもだからこの撮りながら撮れるんですよ、まあ、そうです、ね、堀江さんがやってましたからね、あ、収録中にクラブハウス流すっていう、で僕はだからその収録をクラブハウスで聞いてたんですよ、ね、ああ、はあ、で YouTube には今日上がってたね、今日か昨日上がってた、はい、クラブハウスについてて堀江さんの上がって、あ、 あれを撮ってる最中に僕はリアルタイムでその収録を聞いているっていう面白いです、ね、面白いですね。
まあ、それもねちょっとやろうかなと考えてたんですけど、はい、ちょっとやめてきました。はい、はい、なるほど。まあね、なんか立ち上げてやってみますか。うん、ゴルフの話でもいいし。そうですね、まあ結構ね、地域おこし協力隊の話でもいいし、はい、業界の方々が、うん、今はたくさんいらっしゃってユーザーの方で大先輩方で、はい、その有名な、まあ、芸能人と言われる方々もね多くやられてたりとか、お笑い芸人さんとか、本当に何だろう、今だからそういう距離感めっちゃ近いんですよ。すごいよね本当に。しかもなんか言ったらそれこそ一般の方というかリスナーさんが参加して、あ、めっちゃ話せるみたいなのもできてるんで、めちゃめちゃ面白いなって思って、すごいですよね。すごい。だからね、まだはじそのスタート、このアプリ自体も日本で始まってまだ間もないですし、招待制ということで、まあ現状をまあ言ってしまったらあれですけど、そのなんていうんですか、質の高いユーザーが多いのかなっていう感じはあるんですよね。だからこそ芸能人もその今は現段階では始めやすいっていうところはあるのかな。これがもう なんでしょう、一般化した時に多分やっぱそこはね、なんか一般化するのかどうかが微妙なラインですよね。もうしなくてもいい気がするけど、いわゆるなんかその、うんうん、なんだ、情報漏洩したらバンされますよとか、なんか規約が結構厳しいので、なんかそういうユーザーが増えてきたら、多分速攻消されるというか、そうそう、やっぱりクラブハウス内にそのクラブハウスの規約をなんかね、を乱す方がいたら、まあそこは多分クラブハウス側がそこをコントロールするんじゃないかなと思うんで、まあだからその有名な方や、まあそういう業界の方も含めて。まあ、なんとも判断しづらいですけど、今の現状で言うと比較的まだ安心して使える SNS の一つなのかなとも感じますけどね。確かに、なんか手軽さはめちゃめちゃある。手軽さありますね、ズームよりも。はい、はい、そう。あとちょっとね、僕もまあ昨日ね、披露から招待、僕がなぜか枠が増えた、結構招待できる招待してもらって、はいはい、そう、これね、アプリその一回自分だけでやろうとしたら、名前入力してした後サインインができなくて、招待されないとやっぱできなくて、でまあ招待して僕もアカウント作ったんですけど、まあちょっと聞いてみようかなと思って一回ルーム落ちて押して、まあ声がね流れるし、あ、でどうやって退出するんだろうっていうのは分かんなくて、そのまま僕はアプリをあのスライドで消したんですけど、あの 何マークだっけ、グッ、なんかこういうマーク、ピースマーク下にあるんです、赤い、そこを押すと退出ができるっていうね、ちょっと分かりづらいんですが、一応そういう感じですね。ですね。僕も最初分かんなかったんで教えてもらいました。最初はやっぱ分かんないですよね、やり方。今僕も全然まだやり方分かってないんですけど、なんかね、今気になるルームがいくつかあるんですよ、もう入りたいなと。でも入ったらなんか声かけられそうだから、ちょっと今、あ、そういう、なんか、そう、少ない部屋もあるんで、確かに、そう、ローカルの話とかね、移住の話とか、まさに僕らがそうなので、つながれたらなとは思うんですけど、まあこれからも堪能してみます、ですね、はい、まあ僕たちもね、まあこういうふうに YouTube とかでも発信してる身なのでね、まあ今回この SNS を使って、はい、まあちょっとね試しに、はい、ルームをね、はい、まあ、なんか作って話してみたりしたいなと思います、はい、はい。です、はいはいはい、ということでね、まあ、今回はこの、新しい SNS、クラブハウス、あ、ちょっと待ってくださいよ、何ですか終わろうとしたけど、はいはい、ちょっとだけ、はい、まあ、クラブハウスって、多分皆さんにとってはあんまり馴染みのないワードかなとも思うんですが、はい、やっぱクラブハウスっていうとね、僕たちゴルファーにとってはもう聞き慣れているというか、うんうん、当たり前の馴染みの言葉です、ね、いや本当当たり前すぎたね、なんか今思うわ、そう、なんか聞きマジでクラブハウスって言ったらもうみんな知ってるもんだっていうさ一応説明すると、そのゴルフ場にあるそういう最初いや受付をする場所というかフロントとかもうそういう建物全体をクラブハウスって呼んでるんですよ、レストランとかも入ってね、そう、なので僕ゴルファーからしたら当たり前に使ってた言葉が
こうやって SNS になってるっていう、ねうん、ちょっと僕は最初何を言ってんのかなっていう、うん、ちょっとヒロがクラブハウスしてるって、何これみたいな、何言ってんのみたいな、そうなりましたけど、ね、ゴルフ場トークね、うん、感じでしたね、はい、確かにといった、まあちょっとね、はい、僕らならではちょっと、はい、だからあれなんですよ、はい、クラブハウスっていう名前にした経緯とか理由も僕は知りたいんですよ、うんうんうん、ね、もしかしたらゴルフやっててかなとか考えちゃいますよね、はい、勝手にね、その創設者の情報もまだ全然出てこないみたいな、はい、知ってる人いたらぜひ教えてください、はいまあちょっと余談でした、はい、はい、まあ、ということで今回この新しい SNS、うん、クラブハウスの、まあ、使ってみた感想でした、はいはい、それでは今回の動画はこれで以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバイ。バイバイ。